タイムスリップシリーズは、クジラ、東一郎の小説シリーズ。および、これを原作、原案とした、ラジオドラマ。タイムスリップを題材とした、歴史 SF 小説。主人公である高校生のふもとうららが、過去の日本にタイムスリップする、もしくは実在の人物が、現代の日本にタイムスリップする物語。講談社のベルスン。 NHKFM で2004年より年初めに放送されているラジオドラマ。1月上旬に青春アドベンチャー枠で毎週月曜日く金曜の22時45分23時に放送。各回15部の放送で全10話完結。青春アドベンチャーの恒例人気シリーズとして継続的に放送されており、NHK 総合テレビで放送される大河ドラマの宣伝。 姉妹番組にあたる。2011年現在、タイムスリップ大阪の陣までのすべてのエピソードが NHK オンデマンドより有料配信されている。原作に沿った作品は2004年放送のタイムスリップ明治維新のみであり、後のシリーズはオリジナル作品である。番組内容は脚本家によって決定される。クジラ一郎はタイムスリップ明治維新のみ原作となっており、 それ以降は、原案となっている。オリジナルキャラクターとして、剣士剣崎原之二25世紀から来た、タイムトラベル捜査官石松などが登場する。全シリーズ出演タイムスリップ明治維新、出演タイムスリップ原平合戦出演タイムスリップ、戦国時代出演タイムスリップ、川中島出演タイムスリップ大阪の人出演、鯨東一郎著、タイムスリップ明治維新の対談より、 タイムスリップ戦国時代は後に原作でも登場したが内容は全くの別物である。ありがとうございます。